はい、これは確か3本目のビデオですね、3週目のね。ここでは、さっきですね、このバイク用の地図を書店で購入することができる。これをこの4つに分けました。これを1つずつ、じゃあ実際にどういうふうに、評価をすればいいかということをちょっと考えてみたいと思います。はい、1番は本屋の中で地図のある場所を見つけることができるということですね。これ、掲示を見るか、あるいは店員さんに教えてもらうわけですけど、掲示を見る場合は、こんなふうにですね、この4つの中で、あなたは地図を探していますと。どこのセクションに行けばそれがありますかというふうに書いてあるわけですね。ロールカードとかにね。で、この中で、2番の地図に行きたいわけなので、2番というふうに、答えればいいわけですね。別にこれは英語で、ナンバー2って言ったりしてもいいし、ヒンディー語とか、どうって言うんでしたっけ？そういうふうに言ってもいいわけですね。はい。で、これを地図って読める必要、言葉で言う必要はないです。この場合はね。はい。で、今までのテストは反対にこういうふうにね、これはこういうのを教えたら全部、その意味を書きなさいとかですね。そういうことがありますけど、実際にこれは地図を見つけることができればいいので、児童書とか雑誌とかコミックとか、こういう言葉は意味がわからなくても全然問題ありません。次は2番ですね。ツーリングする地方、行きたい地方の地図を見つけることができるっていうわけです。例えば、東北地方に行きたい場合は、この中でどの地図を見つければいいかっていうことですね。東北地方の場合は、この漢字です。これを選ぶことができれば、これも、OK っていうわけですね。この場合も、この漢字を、ひらがなで東北って書けるかどうかとか、あるいはこの発音、この漢字をどう発音するかとか、そういうことは評価する必要は全くありません。この中でこれですっていうふうに手で指さすとかですね、そういうふうにして選ぶことができればそれで十分です。はい、次に地図の値段を知ることができるっていうことですね。で、これもですね、例えばこういう地図の実際の値段のところを、ここでは、すいません。ちょっと著作権の問題があるので、この辺隠していますけど、実際に隠していたらもうこれが値段ですよって分かっちゃいますよね。だけど、実際の地図にはいろんな数字が書いてあります。ですから、その中でどれが値段なのかっていうことを探し出して、これですっていうふうに指さすことができれば、これもそれで大丈夫ですね。あるいは、2つあるうちでどちらが安いかとか、そういうことが、それを選ぶことができれば大丈夫です。で、これを日本語で何と読むか、これが1100円ですとかですね、そういうふうに発音できなくても全く構いません。で、次はですね、実際のロールプレイなんですが、これはちょっとまた別の、次のビデオでちょっと、長くなるのでお話ししたいと思います。はい、では、フィルムレンゲー。